ニボ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 。こんにちは、昔はお嬢さん川島美恵です。さて今週の激辛さんはまるちゃんまじもり激辛ニボ。濃厚な煮干しの風味と豚のコク、さらに唐辛子の辛さを際立たせた濃いめのスープに、食べ応え重視のがっつり太麺を合わせた高杉新作、いや新作、どうやらマジモリ初の激辛らしいです。どのくらい激辛なんでしょうね。激辛みえチャンネル。蓋を開けたら煮干しのいい香り。具材は豚肉、メンマ、ネギ、粗挽き唐辛子。あ、トイレ特製スープ付き。4分経った。煮干しとお醤油のいい匂い。特製スープを入れます。この時点では全然辛い匂いはしない。これが辛いのかね、きっとね。おお、赤い赤い。特製スープ入れたよ。混ぜます。煮干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 。濃厚醤油の匂い、辛い匂いはしない。できた。いただきます。不思議な辛さ。最初全然辛くなかったので、噛み噛みしてて飲み込むぐらいの時にね、ピリ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 って辛くなってきた。美味しい。ちょっと甘みのあるお醤油、濃いお醤油味で。辛さ激辛、激辛かな。麺はちょっとキッチュだね。でもシコシコしてて美味しいよ。スープを飲んでみましょう。ちょっとトロンとしたスープでいいね。辛いというよりうまいね。美味しいよこれ。とっても濃厚。煮干しの味がすごい濃厚。スープとっても美味しいよこれ。メンマちゃんが結構いっぱい入っております。メンマちゃん、メンマちゃん、メンマちゃん。シャキシャキで美味しいじゃないの。なかなか美味しいよこれ。あ、お肉ちゃんいた。お肉ちゃん、ちゃんと豚肉だね。チャーシューとかじゃなくて本当に豚肉。美味しいですよ。ニボうまい。ニボ、粗挽き唐辛子が入ってるんだよね。粗挽き唐辛子見当たらないね。激辛であることを忘れる美味しさです。普通に美味しいよ。うまい。まじまりまじうま。メンマのシャキシャキがいい。はぁ、ごちそうさまでした。声が裏返っちゃった。激辛みえチャンネル。まるちゃんまじもり激辛にぼ。みえちゃん的辛いよレベルは1です。まさに濃厚煮干しラーメンなんですけど、唐辛子の辛さは際立ってなかったな。激辛ではない。でも濃厚でコクがあってとっても美味しいです。辛さが得意じゃない人も大歓迎。見てくださってありがとうございました。商品名激煮干でいいと思います。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またね。